きな当たりが飛んでいる、サンドインです。ポール際に放り込んでいきました。菊池今シーズンの13号、先制ホームランになります。いや、いきなり出ましたね。いや、うまく打たれましたね。はい、1番の木浪です。初球から打ってきました。高いバウンドになりました。ファースト松山取ってベースを踏みます。これはフェアグラウンドに飛びました。サードはメヒア、少し下がってボールを取っていく。まあ、ジョンソン攻略ということになると、ある程度のスパンを考えて攻め方を捉えることができるかどうか。3番の福留、こちらは初球打ちのベテラン、セカンドホームランを打っている菊池がゆっくりとボールを取って一塁送球いたしました。惜しくないメッセージですけどね。できることならね、はい、ゴロになりました。ショートの右だ。さあ木浪、その難しいショートゴロをさばいて一塁送球を打ったランナー一塁。まあ、ここ最近の木浪の動き、プレーぶりはどういうふうに映ってますか。これもよくは追いついたんですけどね、はい、やっぱり体がちょっと、ね、センターにジャストミートではありません。センターは逆に前に出てきてボールが落ちました。最終的にボールを取ったのはライです。1球目プッシュ気味にバントしました。これがスクイズバントになりましてホームインです、セカンド下がって取ります。菊池です。まだ今日はここまでこの菊池が右方向にザーッと深く走って取って忍者のように一塁へという、はい、取ってますね。空振り三振、スリーアウトです。勝利投手の権利が得られる5回を投げ切りました。まだ点が取れません。タイガース5回終わって2対0です。まあ、おそらくクライマックスシリーズのこともありますし、ここはしかしフォアボール。メヒアは随分前、この方向前ですね。大きく跳ねた、それだ、ホームへ構え、1点入った。思わぬ形で1点が入りました。このバッティングです。仕掛けは早めに行った方が、気持ちが高ぶりました。まだランダムプレーは続いていますが、タッチアウトだと言いますか。いや、もう、ね、長く持たれたもんだけね、はい。まあ、今のところで西としては気をつけなくてはいけない、ボーク取られないように気をつけなくてはいけなかったんですが、です、ね、先日あのドリスがあの投げもうホームに投げちゃったっていうのがあったんですけどもね、ここはしっかりとアウトにしました。0点に終わっております。2対2です。しかも今日は風は逆、いっぱいのところに入って、今日のツーランホームランで勝ち越し。